頂戴しました。ではホーム八戸の予想フォーメーションです。前節からスタメン3人入れ替えました。ゴールキーパーは服部、4バック右から国分、近石、下堂、板倉、ボランチは宮尾と間、右のサイドハーフ渡辺、左サイドハーフは丹羽、ツートップ茅沼、佐藤葵と予想しています。アウェー富山の予想フォーメーションです。こちらも 4-4-2、 前節から大幅にスタメン7人入れ替えました。キーパーは同じく山田、フォーバック右から松本、林道、今日初スタメンの高山、そして鎌田、ボランチは薄井とアルトゥールシルバ、右サイド松岡、左サイド佐々木、ツートップは高橋と吉平と予想しています。さあピッチではおととい亡くなりました元日本代表でテキバジャード宮崎の工藤正人選手に哀悼の意を表して黙祷がこれから行われます。明治安田生命 J3 リーグに所属するテキバジャード宮崎工藤正人選手が10月21日にご逝去されました。富山は高橋ワントップ左に吉平がいて、さあ上がってくる、その吉平、高橋ヘッド、わずかに左です。高橋のヘディング枠を逸れました。パスを回しながら隙を見つけます。さあ高橋通った、オフサイドない、収めた、下げて遠目からシュート入った。先制は富山、吉平翼が決めていきました。久しぶりの出場でゴールを挙げていきました。先制は富山、長いボール高橋がまず収めまして下げて、そこに走り込んできました吉平。右足振り抜きました。ゴール前に選手が集まるというよりは散らばっています。佐藤葵、クロスが上がる、ファーサイド、下堂、わずかに左、佐藤葵のクロス、そこに下堂が合わせていきましたが枠の外です。葵と野瀬も寄ってきました。何かデザインしていくでしょうか。さあスラッシュ、カエルバのクロス、ファーサイド入った、近石決めた、同点ゴール。49分、後半早々と1点を返していきました八戸。スラッシュで茅沼のクロスにファーサイド、少しそれながらも近いし、ニアに山田、そしてファーに選手が固まっています。庭のボール、中央、下堂、クロスバーです。惜しくもクロスバーに嫌われました下堂。下げて山田、中村大志、クロスが入る、バン、ポストです。茅沼のヘッドもポストに嫌われます。松岡中で作る、ファーサイド、高山、そしてバーに当たった、ここもゴールポストに当たります。高橋のシュート、互いにゴールポストに嫌われます。1対1の同点、アディショナルタイムに入っていますが、富山は現在も1人少ない状況となっています。さあ高橋奪った、シュート、
そのまま吸い込まれていくと思いきや、ここは枠の左、安藤が詰めていましたが椎名が蹴ります。中央、遠目から安藤、まだあります。ただここはさあ島田、交戦か、ここはわずかに左、落ち着いて放ったゴール決められず。エリアの中、クロスが上がる、ファーサイド、高山のゴール、高山のヘディング枠を捉えていましたが、間のボール乗せ、中村、間乗せ、中入った、さやるは劇的な1点、2対1とします。八戸最後の最後決めていきました。萱沼優勢、中村から間選手に当たって、これはコーナーキックかと思われたところ、野瀬が残して最後萱沼、最後の最後に決めて試合をものにしました。バンラーレ八戸。